皆さんこんばんは、高橋聡です。神や下達に至る道には4つの道があるとヒンドゥー教では考えます。1つ目が知識による道、ジュナーナ・マールガ。ウパニシャットから続く知識や知識に基づく修行を実践して下達や神に至ろうとする道です。仏教やジャイナ教もこの道に分類されます。2つ目が行為による道、カルマ・マールガ。祭式、形式的な儀式によって神を祀って下達や神に至ろうとする道です。バラモンが伝統的に行ってきた神への儀式によって下達に至ろうとする道のことです。日本でいうとごま祈祷や水で頭を清める灌頂という行為はこの道です。神に与えられた行為、ルールを定められた修行などをひたすら行います。三つ目が信愛による行為、バクティ・マールガ。信愛、熱烈なほど信じる、無心の愛によって離脱や神に至ろうとする道です。熱心に帰依するという意味では念仏や唱題、題目を唱えるということですね、などの実践がこれに近いかもしれません。四つ目が瞑想実践による道、ヨーガ・マールガです。各種の瞑想、禅定によって離脱や神に至ろうとする道のことです。ヨーガによる実践法のことですね。日本では禅宗の実践のことです。ちなみに仏教の四大八正道というのはこの4つの道を受け継いで発展させたものだと言われています。この4つの道は全部が全部分解できるわけではなくて重なり合う部分も当然あります。この4つの道は人間が何かを成し遂げようとするときに入り口にあるものだと言っていいです。知識から入るか、行為から入るか、熱狂から入るか、集中から入るかという4つの入り口です。ここから得られる教訓は次の通りです。まずは直感で何か感じるものがあれば打ち込んでみよう。どんなことがきっかけで入っても打ち込んでしまえば勝ちということです。以上、ありがとうございました。